ライブハウスを語る毎回ですね、ゲストの方をお迎えいたしまして、ライブハウスについていろいろ語っていただきながら、その方々を深掘りしつつ、なおかつですね、今後のライブハウスがどうしていくべきかなんてことも、考えていこうというコーナーになっております。今日のゲストですね、今まさにソシアルクラブボリューム2を終えたばかりのこのお二方に来ていただいております。どうぞ。皆さんこんにちは、郡山出身在住のシンガーソングライターユニです。イエーイ。福島県いわき市で弾き語りやってます鈴木光です。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。そして、今日ですね、こちらのプレイヤーズカフェさんでライブさせていただきまして、今画面には映っていないんですけれども、このカメラの向こう側に、こちらプレイヤーズカフェの加藤さんにも来ていただいておりますので、今日は声だけ参加ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。顔出し NG あといろいろこっちから振っていくので、はい、いろいろ答えてください。よろしくお願いいたします。ではですね、まずは乾杯をしたいと思いますので、はい、まずはライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。加藤さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。プレカフェもずっと長いですよね、福島で。20年ちょいくらいですよね。おかげさまで。前回のこのコーナーの収録場所であるアウトラインさんとの姉妹店でいいんですか。姉妹店で。姉妹店、はい、になっておりまして、まあ大体福島市のミュージシャン、みんなお世話になってる箱だと思うのでね、はい、ちょうどいいんですよ、あのプレイヤーズカフェさん、ね、めちゃくちゃいいですね。収容人数でいうと何人ぐらい。椅子マックスで出して60人から70人、ちょっと立ち見入れて70人くらい。なるほど。だから弾き語りをするとかっていうにももう一番適した広さだし、あのちょっと映ってないですけど、あの向こう側にバーカウンターちゃんとあってですね、もちろんお酒以外にもソフトドリンク提供されてますので、では初めてライブハウスに行ったのはいつでどこでなぜ。先に答えていいですか。もう全然。私は郡山にケントスっていうライブハウスがあったんですけど、私の父がバンドマンだったんです。おバンドやってて、多分3歳ぐらいの時にその父のライブがあるって言って連れて行かれて。3歳です。おちなみにお父さんは、はい、何をやってたんですか、そのバンドで。父は、ギターボーカルとベースかな。おお多彩。お父さんロカビリー。いやロックです。ロックニール・ヤングとかアコースティックも好きで、自分も弾き語りをやってた。バンドもやってたけど。3歳でデビューは早いですね。ちょっと早いですよね。すごい。だから友達のお子さんとかがちっちゃい頃からライブ見に来てくれてたりすると、こう自分と重なるというか、このくらいから出入りしてたら人生の土台になっていくんだろうな。間違いなくね、影響はされますよね。そうです。うんかなと思います。二方は6年前でクラブソニックいわきですね。やっぱ地元の、はいはい、ライブに出るのはどうしたらいいんだろうと思って、まず分かんなかったんで電話して、で出させてくださいって言って行ったのが初でしたね。そこで音源審査みたいのがあって、あなるほど、どういう音楽やってるのかちょっと見せてって言われて、まあ、携帯上でしたけどそれで見せて、あじゃあ今度出てよみたいな感じになって出ましたね。は 6年。そうですね、14歳の頃から音楽をやってたんですが、歌う機会がなかったというか、やっぱり音楽やってると反対されて、やってるだけで、いや、それやめときなよみたいな、食べていけないからみたいな、そういう意味でね、と言われて、なんかやっぱ14歳だと大人の圧に負けてしまうんで、くじけて、そっかそっかそっか。で、やめて、で、一回就職したんですけど、なんか、就職した先がすごいとてつもなくブラック企業で、朝5時から2時とかまで働く会社で、それはまずいっすね。2週間で辞めたんですよね。辞めた方がいいです。社会人ってこんなものかとか思って、世
口笑いとか違う絶対違うそれはね違う忘れとか思ってその時に膨大な時間を持て余してでもう一回音楽やろうと思ってやったのがきっかけでそれがきっかけでライブハウス行ったっすねなるほど、はい、すごい経験をはいでもそれがなければと思います。あ順調に行ってなかったら行ってなかったからこそと思いますね。五時二時はないねはい、いやないねもう聞いたことがいろいろ無視してるなんか優しい言葉に泣けてきちゃってなんか優しい辛い人も大体厳しい人なんですけどブラキキを、うん、優しい人がいるとその一言だけ泣けてきちゃうほどの精神状態になっていて危険だねそれはとっても音楽できましたそのおかげで、うん、よかったでも、はい、こっちに来れてねハッピーエンドなんでハッピーエンドだ加藤さん覚えてます？ライブハウス、うん、行った学生の頃はもうライブハウスというのがこの福島シーンはなかったんで全然、うんうん今でいうパセオ通りの、はい、外れの方に音楽スタジオがあって、うん、そこのスタジオを使ってライブをやったりとか、でその辺の喫茶店借りてやったり喫茶店でライブハウスとなると仙台まで行ってそれどのぐらい前ですか？その昭和の最後昭和の最後その頃レコード屋で働いててあ高校卒業してレコード屋でずっと働いてて、はい、そういう多分仙台のライブハウスが一応初めて行ったのは初めてああそうね。なんか今と昔でライブハウスっていうものって変わりました？いわゆるライブハウスだと、うんうんまあ、ちっちゃい小屋のライブハウスの、まあ、俺の世代だとその東京の方だとルイードとか屋根裏とか、ロフトとかそういうエッグマンとかそういう小屋ライブハウスって言うんだけども、うんうん、いつの間にかその大箱大ウエストとか、そういうライブハウスなのかっていう大箱でライブハウスと言っちゃって。ようになんかいつの間にかなっちゃったなあ。そっかそっか。ライブホールみたいなものも含めてのライブハウス。ライブハウスの定義がこう広がってったかなあ。そっかそっか。じゃあすいません、今の質問をちょっと変えて、初めてライブハウスに出演したのはいつどこででしょう、はい、先ほどね、さっきそのあそっかソニックで面接をして、 その後すぐにも出演をソニックで。バローズっていう場所があって、そこで初めて出たんですけど、あ、まあ、でもライブハウスではないんで、ライブバーではあると思って、まあまあまあ、その辺は、うん、まあ、定義はいっぱいあるから。ライブハウス、そうですね。でも最初に出演したのはじゃあバローズ。そうですね。はい。出演は、覚えてます？昔バンドやってて、19歳くらいの頃、まあ、福島に、ライブハウスがなかったんで、郡山なんで、カバーズっていうお店があって、そこでよくライブハウスとしてはそこでライブやってて、あのシャープナインの元です。あ、そうなんですか。シャープナインの前身。前身。あ、今だったらそういうのだと思うんですけど、違うかな。あ、どうなんでしょうね。確かそうだ。もう今はなくなっちゃって思います。そうなんですか、うん、ライブハウスというところではそこが一番最初で、自分で一番最初演奏しに行ったのはそのバンドの高校生の時のメンバーの、がバイク事故で亡くなっちゃって、それの追悼式を、その町の公民館でやる、そこで仲良かったから、そのメンバーが、俺は一回全く見ない人のその追悼式でそこで演奏してくれと、いう、すごいですね。それも本当に昔の公民館みたいなところに、本当にリアカーでドラムセットが乗ってて、うんうん、スターリンのコピーバンド、おーっと、すごい雰囲気だった。それどうだったんですか、反応は。いやもう。みんなキョトン、なんだろうっていう。でもそこの友達だったそのメンバーのやつは泣きながら演奏してるよ。泣きながらスターリンの演奏してる。ふざけてるとかじゃないですよね。本気ですもんね。
でも企画された方はでも素晴らしいですね、それは。すごくきっとね、その方も好きだったからなのかってことだと思うんですけど、なんかいい話ですね、それは。私ブラックミュージックも好きで高校生の時は多分そのライブハウスよりクラブの方だったんですよ、はいはい、でそっちでこうシンガーとして歌うっていうこともあったりとか、あ、それこそ福島市の高校生の時2年生だったかな、あの B2 っていうスタジオの、それこそ1階のスタジオ、あのちょっとなんか部屋の半分がステージになってるみたいな、ちょっと上がってるみたいなところで、その頃の仲間のラッパーの仲間たちと一緒にライブをラッパーの仲間たちそうやったらやったのが多分最初じゃないかなと思うんですけど、そういうイベントでっていう、そういうイベントでライブハウスでもないしクラブでもないけどクラブイベントみたいなことをやった。あ、そうなんですね。そっかそっかそっか、やったんですよね。それは例えば DJ とかがいて、その時はあのドラゴンアッシュとかが流行ってて、あ、はいはいはい、なんていうんだろう、どっちかっていうとそのバンドな、バンドでラップを歌うみたいな感じのところでコーラスやったりとかメインで歌わせてもらったりっていうことをやったのが多分最初じゃないかな。しっかりライブをやりましたっていうのは多分それが最初。めちゃくちゃおしゃれな入り方です。あ、そうなんですね。そうですね。ちょっと質問からはずれるんですけど、それで最初に自分で音楽をやろうと思ったきっかけとかって、それは話すと長く話すと長くなるっていうか、あの歌いたいな、あ、私歌を歌っていきたいって思ったのは小学校4年生の時、あの合唱部に入って、あ、はいはい、でなんかあの先生がすごい褒めてくれたんですよ。6年生より声がいいじゃないかみたいなことを言われて、もうそれでその気になったみたいな。あ、そっから歌ってますずっとみたいな、うんうんうん、ただその時はその軽音楽ではなくてその合唱の延長だったんでオペラ歌手になろうって思ってたんですよ。だからもうその夢の先にはなんて音大行ってとかそういうこう安住それ今の黎明ですけど、安住に行って音大行ってオペラ歌手になるみたいなこう夢があったんですけど、いつの間にやらこっちに来ました。オペラ歌手に行って日が取りに行ってっていう、なんかもう本当にいろんなのをこう取り入れちゃって、ブラックミュージックもロックももちろん父がやってたのが好きだし、アコースティックも好きだし、ジャズも好きだし、なんだろう、ビジュアル系も通ったし、おお、割とこう全部、そうですね。でも多分ハマったのが R&B だったりとかだったので、うん、そっち系に行って、でも自分で歌うには楽器やりながら歌わなきゃってなった時にギターを持って歌い始めて今の形になった。へえ、あ、そうなんですね。そんな遍歴が。前ね、ちょっとあの声楽っていうか合唱やってたから、はい、あのギターのキーとちょっとピッチがずれてちょっと取りにくいって話してましたもんね。440じゃなくて441ね。でずっと練習してたから、なんかギターのチューニングはなんとなく低い気がするみたいなのがずっとあったんですけど。うんうんうん。ね、まあ、そうです。前そんな話しましたよね。そう、しましたね。思い出した。うん、ああ、そうです。今はどうですか？今慣れました？440。今は440でも441でもいいかなと。耳が慣れたのかな、なんかあんま気にしなくなった。耳悪くなったのかな。そんな、そんなことなんとなく合ってないみたいな。あ、でも素晴らしいですね、それは。おおらかになったのかもしれない。おおらか、おおらか、いい表現、ね、いい表現ですね、おおらか。鈴木さんは どのタイミングでこうやろうって。やっぱり14
の車でいつも僕はずっと聴いてたのが音楽聴いてた音楽はミスターチルドレンとか、うん、グレイとかを聴いていて、うん、なんかその2つのミュージシャンって結構情熱的に歌うというかカーって歌うような印象があって、うん、それを見てずっと見てたんでなんか14歳の時に僕始めようと思ったのはあのバンプオブチキンを見て、うん、なんかあの人たち名曲を無表情でなんかすげえクールに歌うのがあってそれがすごいかっけえなって思ってあ俺もこうなりたいってなって始めましたねあバンプ、はい、ずっとバンプがハマりましたねやっぱりですかハマりました藤原元になりたいって言ってそれで黒いっていうのかね、はい、そういうことねもうなんか反骨精神あったんですけど絶対みたいな、うん、でも普通にいい音だし買っちゃいましたかっこいいもんねかっこいいですねあれはもう悔しいけどかっこいいでも絶対黄色のレスポールは買わないって決めたあ、ジュニアあたりはいあれは買わないって決めたあれは買わない絶対買わないですそうそうはならねえあれはダメですねあれはあ、まあそれがきっかけです、ね、あ、そうですはい加藤さんって、はい、それ始めたのきっかけってきっかけは、うちの親父が、映画が好きでテレビで昔は毎日のように映画を夜やってた、うん、でそれを見てるのを一緒になんとなく中学校の時にこう、まあ、小学校の時からずっと見てて、うん、ブルース・ブラザーズっていう映画がありまして大好き、あれをちょうどテレビでやってジェームス・ブラウンが出てきて、ゴスペルの。はいはいはい。で、あれで、まあ、もちろん吹き替えで見てるんで、はい君は光を見たかっていうセリフを、ボーンと、モングロ副総張りに見たら見えた光が見えた見えましたかあなたはもう、バンドだこれは。バンドをやるしかない。なるほど。あれでもう、電気が走っても、今に至る。でもブルース・ブラザーズってあれってだってもうずるくないですかだってもう出てるアーティストっていうか激プロ激プロの集まり激プロ、まあ、バックはとんでもない人だし、うん、すごいですよねあれそうだギタリストだけ数えたって何人出てんだっていう話だし何回も見ちゃうじゃあ私あれでアレサ・フランクリンが好きなのであのカフェカフェっていうかそうそうそうあの飲食店やっててカフェテリアみたいなやっててそうウェイトリンクとかリスペクトとかあんな店あったら流行るって言われて流行りますよあんなおばちゃんいたら流行りますよ、うんうん、ソウルフルすぎて、ねうん、そっかブルース・ブラザーズだったんですね入りはあれねあれがきっかけ余談ですけど僕、まあ、リア・コースティックという、はい、この屋号でお店もやってて今はこういう配信をやってるんですけど母体は有限会社ジェイクっていう会社をやっててそっか実はジェイクはジェイクからそっから来てるブルース・ブラザーズのジェイクから実は来てるっていうことを今初めて言います私実はそのブルース・ブラザーズが大好きな人が大阪から出てきた東京で一緒に音楽やってた人がいてその人が本当にブルース・ブラザーズみたいに黒のスーツで黒いハットかぶって黒いサングラスしてやってたワルサー P30 っていうユニットがあって福島にも結構来てくれてたんですけどそのコーラスをやらせてもらって出たんですかそうただすっごいコミックバンドみたいなバンドでただすごいあの音楽的にはすごくレベルは高かったんだけど超ふざけてるんですけど、うんうんうん、でもテクニシャンみたいなそうそうそうテクニカルですよねだからグルーヴ感はあんな感じああはいはいはいすごいいいユニットがいたんですけどワルサー P30 そうワルサー 30でどっちかが31になった時に31になったんですあ、ね、年齢ってことですかそう年齢あ自分の年齢だったなるほどねそうありますね、エピソードね。ありますね。みんなだからやっぱり憧れるところ、ブルース・ブラザーズは憧れました。ブルース・ブラザーズ憧れましたね、なんだか。あの雰囲気、あのなんか映画の雰囲気も好きで、うん、なんかこう旅し
ってくじゃないですか、主人公2人が何とも言えない旅をしてて追いかけられなくなって、ライブハウスで、まあ皆さん行ったり出演されたり数多くされているので、その中で、印象に残っている思い出があれば。もうじゃあ立て続けに喋っちゃうけどあの、なんで、もう強いて言うならばっていうか、もうそこに尽きるっていう意味では、初めて自分が歌った歌で泣いている人を見た時に、なんだろう、ものすごいなんか電撃が走ったというか、あ、泣いてくれてるっていうそれはあの郡山のピークアクションが昔 の, あの場所にあった時、移転前ですね、移転前だったんですけど、ライブ出させてもらった時に、そのすごいこう、こっちの方で壁に寄ってこうやって寄りかかって聴いてくれてる女の人がすごいこうやって泣きながら聴いてくれてて、はぁーってなったのそれはもうずっと忘れられない。心の琴線に触れたんでしょうね、きっとね、聴きながら。すごくありがたい、あ、もう歌っててよかったみたいな。当時私暗い曲しか歌ってなかったなんか自分が病んでたからこうそういう曲ばかり歌ってて刺さったんですね。だからでも それからそのやっぱり同じような思いをしてる人 にだけでも届く歌を歌いたいと思うようになったんですよ、そのあたりから、うんうんうん、でもいいですね、それはね、万人向けじゃなくても、うん、なんか誰かにこう同じ思いをしてる人に届いたらすごく幸せだな。すごい、泣くってすごいですよね。でもやっぱ相当こう刺さったというか、こうなんか重なってくれたのかなって。歌手ならではだと、それぞれはね、こう人目の前で歌うからこその、僕は思い出はあの、その今クラブスリップいわきの店長のライブを見た時のすごいあって、なんか今までやっぱりそういうシーンに飛び込んでいったので、なんかずっとやっぱり世の中にあるような音楽ばかり聴いてたので、そうやってなんか身近な人の音楽を聴く機会がずっとなくて、それでもなんかそういう音楽よりずっと、なんか言い方あれかもしれないですけど、めちゃくちゃ感動してしまって、なんか本当自分が思ってるようなことばっかりを代弁してくれてるような歌とかすごい生々しくて、それがすごい印象的ですね。ライブハウスのあとなんか入った瞬間やっぱ受付の人怖いなとか思ったりそれぐらいそれはあるまであるある、そこで決まるなと、うんうんうん、ライブハウスの思い出は、まあ、今はね、そのライブハウス側ですし、まあ、実演もされてますけど、側としては、はいはい、それこそこの店をオープンした2000年頃に、まあ、ライブ出演をしてもらう人を、まあ、軽くオーディションではないけども、ちょっと事前にちょっと聞いて、まあ、やろうかなと。でその時に、皆さん大好き、エイブ店長英語店長若かりし頃、19歳くらいの時に、僕歌いたいですと、あのお店に来てちょっとオーディションしてくださいと。でこっちも店始めたばっかりで舐められちゃいけないなと思ってじゃあちょっと歌ってみ、やってみで、アビヒトシいます、もう2人組なんですけども、今日1人だけなんですけども、僕1人で歌います、やってみ、ちょっと一節聞いてやるからやってみなさい。実際バーンを一人でギター弾いて歌って、マジかこいつとこんなレベルちょっと高いのか、福島の弾き語りの子たちは子たちって思って、一応こっちも動揺したらまずいなと思ってとりあえず動かってとりあえずやってみようか一回あれはちょっとびっくりした。衝撃的だったんですね。それはちょっと思い出深い。うん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 。ああ、そっか。エグさんの19歳の頃、
知らないけど、なんか。いや、同じ顔。全く同じ。まあ、変わらない。ちょっと痩せてたかな。ああ。いや昔はモテてたってよく聞くんですよ。よくね、本人が言ってますよ。本人から聞くんですけど。モテてた話は聞いた時ない。あ、そうか。いや、でも、ファンはいっぱいです。うん、今より。今より。わかんないけど。2days でライブをやって、アミドで 2days でライブやって、1日目はバンドセット、2日目は2人のデュオでっていうのでやって、延べで260人くらい。すごい。当時。そりゃ人気あった。すごいな。それは合格ですよね。合格です。そうか。最初のライブって緊張しました。最初が一番最近だから。最初どうでした？最初にライブ出た時。あ、でもそうっすね。やっぱり緊張はしました。なんか自分が作った曲を初めて人に聴いてもらうってことなんで、なんかもうそれを評価してもらう場所だと思ってたんで、ライブハウスは。でなんか。いやでも緊張しました。不安しかないんで曲作るなんて、まあ、それを歌ってまあなんか普通じゃないと思いますけど、めっちゃ緊張した思い出があります。私は未だに緊張します。毎回慣れない。毎回緊張します。毎回こうなってうわーってなる。あ、何なんでしょうね。緊張しますよね。ライブ前って、ね、うん。ライブ中はでも緊張。中、始まってしまえばだかな。うん。まあ、ゾーンに入るじゃないですか。ゾーンだ。ね、ゾーンだといいんだけど。ゾーンだといいですね。ね今日みたいに新曲をいっぱいやるとかの日は、ライブ中もずっと緊張してる。反応とかも気になりますもんね。うん、あとやり慣れてないから。とか、そう。うんうん。加藤さんは逆に今ってこうライブハウス側でこう PA さん、はい、PA をやられてたりするじゃないですか。そういう時の緊張ってあるんですか、その音の何か。まあ、リハ始まっちゃえばもうコミュニケーションを普通に取れるんで大丈夫なんですけども、その初めて来たアーティストさんとかでもそのやっぱ、ね、顔合わせというか、おはようございます、よろしくお願いしますみたいなのはやっぱちょっと緊張は、あ、緊張というか、 そっち最初は最初からよろしくね。フレンドリー。エグ店長バレにできるバレになる。あれは、ね、真似できない。ああ、そういう緊張なんですね。音で出ちゃえばもう、もうお互い向かうべきところもそっかそっかそっかできるんで。ああ、またこうやる側としてはちょっと違う緊張感。そうですね。あとはもうステージに立ってもらって。最初もう音、曲が始まって無事に全部の音が出てればとりあえず私ギターの音出てないのにそのまま普通に出てると思って歌い続けてる。そういう人いる。そうそうそう、チューナー踏んでスクリーニングしてそのまま始めちゃう。だから生だからアコースティックだから余計だからなのかな。ここではなってるから、自分ではなってるから、外音わかんないですよ、スピーカーからの音はね。私あんまりこういっぱい返しをもらうタイプじゃないから、多分こう出てると思う。まあ外は出てんだろみたいな感じでやったことあります。よもやちょっと一回止めてって言われて本番中にえみたいな。出てないかも。そういう時って緊張します。そういう人は足元のチューナーでなくて、こうヘッドに挟むクリップ式のチューナーにしてほしい。ああ自分でこう止めたり音出したりとかできない方が。時間はちゃんとできてるのに、なんで本番になるとそうなんだろうね。しかもそんなこと一回もやったことない。なんでそう踏み忘れたりとか。魔物が住んでますよね、ライブは。なんか不思議なんだよな。機材トラブルってたまにあるんですよね、なぜか本番中。本番中に必ず。本当に何が原因かわかんないけど音が出ないとか。一回、それこそライブハウスですけど、東京でバンドやった時に停電になったことがあって。
おお、ライブハウスか。すぐ懐中電灯で出てる。アウトライブも一回停電になって。おお。あのサックス奏者のマルタさんっていう有名なプロのマルタさんがライブでバンドで来てて、ライブ中にバーンと落ちて、したらサックスソロ。かっこいい。かっこいい。かっこいい。生で音が出る楽器って強いよね。そうそう。暗闇の中でサックスだけ。かっこよすぎる。かっこいい。演出みたいな。演出かなって思っちゃう。ね、全員なんか今日むしろ良かったみたいな。最後になります。直近の何かライブ予定とか。未確定のものしかない。4月。私もちょっと未確定の。なので。なくはないです。なくはない。未確定なものしかない。あ、でも後でもしあの決まったらフライヤーとか送ってもらえば、それは差し込めるので。ぜひお願いします。うん、いろいろきあのこれから決まるの で、ぜひチェックして。SNS 等をチェックしていただけたら、うん、ありがたいです。YouTube の、ね、概要欄にもすべて、うん、あのホームページとか、はい、あと Twitter とかそういったもの全部載っけとくので、はい、リンクしとくので、ぜひぜひあの飛んでチェックしてみてください。ありがとうございます。プレイヤーズカフェさんは何か予定？未確定なのはばっかり。これ毎回で決めにくいっていう予定が。直前なんないと決まんないっていうのもね。そうですね。いろいろあるので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。3本ぐらい。あ、4本ぐらい。あ、じゃあそれも全部。2本かな、2本ぐらい。お話は。じゃあ、煮詰まったら。はい、煮詰まったら。送ってください。お願いします。お願いします。はい。すいません、今日はどうもあのライブの後、お疲れところ、ありがとうございました。楽しかったです。またよろしく。お願いします。今日はソシアルクラブボリューム2に出演していただきましたユニと鈴木浩でした。そして、プレイヤーズカフェの加藤さんにも声だけ出演いただきました。ありがとうございました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しい。大成功。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。もうすぐ編集します。